はい、 YouTube をご覧の皆様、お久しぶりです。アルハルです。いやー、前回の動画から1週間ぐらいに、1週間たびに、一つは動画上げていこうとか言いながら、もうかれこれ1年経ってますよ、うん、もういい加減な動画ですいませんね、うん。まあちょっと、まあ今日ちょっと、久しぶりに動画を撮ろうとちょっと思ったのが、まあちょっと真剣な話で、まあ今この、世の中を、騒がせています、新型コロナウイルスについてです。最初に断っておきますけれども、この、新型コロナウイルスについて、まあ私の、ちょっとあの、身の回りのこととも、と、私の、考えを含めて、あくまで個人的な意見と考えの、述べる動画です。うん。それだ、そうなので、賛否両論いっぱいあるかもしれない。それ正しいとは、は限らないんですよ。あくまで私の考え方なんでですね。うん。そんな、話をちょっと今から真面目にちょっとしていきたいと思います。うん。もうちょうど1年経ちますかね。新型コロナウイルスという、ウイルスがちょっと流行ってますよという、がありますよというのは、ちょうど去年の今頃、ちょっとニュースで、海外から、そういうものがありますって話をちょっと聞いて、ニュースとか、まあ、いろんなことで聞いてました。うん。けどね、まさかそれが日本に入ってきて、ここまで大騒ぎになるとは正直私も思っていませんでした。うん。コロナウイルス、それまた遠い国の話でしょ？てか、そんなノリでも正直考えてたかもしれません。うん。今までエボラ出血熱とか、SARS とか、もう本当いろんな病気が、世界でもすごい流行ってたんですけども、まあ、日本だからそういうウイルスは来ないだろうって。うん。とか思ってたんですけどもね。正直ですね。うん。いやー、けどね、ここまで感染拡大が広がるとは本当思ってなくて、しかもこんなに世の中を変えてしまうとは思わなかったです。うん。で、まあ、私ことアルハルがプロデュースしている、サロンアルハルというお店もね、ものすごい経営難に、見舞われております。うん。この私のこのサロンアウハウというお店が、まあ、岡山県にあるんですけども、今、2020年11月現在も500人を、突破しまして、超えまして、うん、今550人いったのかな、うん、で、まあ、今後多分600人、下手したら1000人とか、もうどんどん増えていくかもしれない、うん、もう増加傾向にあります、正直。うん、で、お店も、の方にも、お客さんの足がほんと遠のいております。うん。これがね、増加傾向にあるって、まあ私もさっき言いましたけども、本当に増加しているのかどうか。うん。これもちょっと正直、私の勝手な考え方で言うと、まあ、今年の初めに比べては、それはコロナを検査する、設備が整ってきたし、環境も、充実って言ったら失礼だけど、もうちょっと整ってきたんです、と思うんですよ、間違いなく。うん。だから、今まで、感染してたか、してなかったかって分からなかったのが、どんどん、ちょっと、判明してきたかも、だけかもしれない、本当、うん、潜んでたものが、分かってきただけかもしれない。けども、一人一人のその個人の意識も高まってきたから、その病院に行く人も増えてから、それで、まあ、コロナですね、その、診断される人も、がもう増えてきたかもしれない。うん。だから、コロナ自体が広がっていると言ったら、それは間違いなく広がっているとは思う。うん。けども、最初の時点でも、もしかしたら500人いたかもしれない。岡山県は最初の頃はもう感染者ゼロとかそういうことを言ってたと思うんですよ。うん、言ってたと、私も見た、そういう記事を見た気がする。うん。で、そうだな。うん。これがどんどん増えて、最初はもう100人いなかったんですけども、その100人いなかった時も、本当は100人超えてたかもしれない。うん。下手したら今500人って言ってるかもしれませんけども、今ほんと1000人とか本当にいるかもしれない。ただ単に分かってないだけかもしれない。うん。
けどね、今ほんと一言では済まないんですよ、そういうふうに。コロナウイルスは、確かに怖いウイルスだと思います。うん。正直コロナウイルスに限らず、いろんなウイルスは本当怖いんですよ。うん。けど、私が考えるコロナウイルスっていうのは、まあ、確かに怖いウイルスだけど、もっと怖いウイルスはたくさんあるんですよ。うん。けど、コロナウイルスが私の考え、まあ、いろんな文献じゃなくて、いろんなニュースとかそういう記事とか、レポートとか見てきたら、コロナウイルスの問題点何かというと、感染時の高さもそうなのかもしれませんけども、潜伏期間というか、要するに、物に付着して、それが結構長時間残るってことだと思うんですよ。うん、ここだから今輸入するものとかもだいたい2週間ぐらいそのストック潜伏期間というかその置かないと輸入できないとか多分そういう規則になってると思うんですよ。今そういう対策されてると思います。うん、そうであってほしい。うん、だからそのいろんな今品切れとかそういうことも海外からのやつが、もう日本っていうのは輸入大国なんで、輸入が止まってしまったら、もう私たち生活できなくなってくると思う、本当に。うん。だからいろんなもの品薄になったりとか、そういうこと、生産も追いついてないし、海外からのものも入ってこないから、どんどん、ちょっと生活も厳しくなってくると思う。うん。で、その潜伏期間が長いっていう、潜伏期間っていうその、ことで、まあね、中国で本当かわからないですけど、冷凍食品から生きたコロナウイルスが、発見されたって記事が出てたみたいなんですけども、本当、だから付着するんですよ。触ったものに。うん。これは今、飛沫感染って言ってるけど、そう接触したりとか、多分空気感染もすると思うんですよ、少なからず。私の考え、私ウイルス見えないから、わからないけども、今、飛沫感染ばかし言ってるけども、もう、だから、その、触ったものが、私たちこう何気なく触る、例えば、ボールペン貸してって、そのボールペン、私は触って、で、私は万が一、感染してたら、で、渡したら、その、向こうに、貸した人にも移ってしまうかもしれない。手触っただけだったらいいけど、それで鼻をこすったりとか、食事、手で何かポテトチップスとか食べるかもしれない。うん。それで感染が広がっていくっていう、ウイルスだと思う、これは。うん。これがね、ほんと人ごとでは済まないんですよ。正直私の、身の回りの話で言うと、私の、友達が、まだ発症はしてないんですけども、感染した、その、陽性者と接触してしまったという、ことがあったんですよ。うん。で、それが、ちょうど来週久しぶりに飲みに行こうという、そのアーティスト仲間で、みんな集まって飲みに行こうって話で、ちょっとごめん、中止、ちょっと自分行けないわって話になって、なんでって聞いたら、ちょっと陽性者と接触してしまったって、うん。ちょっと正直びっくりしましたね。結構、まあ、未だにも本当にそういう、ウイルスが流行ってるのかなって、ちょっと思ってる人もたくさんいると思う。けど、私の友達の、周りで、だから友達の友達が感染してたか、そういうノリなんですよ、本当に。その友達はまだ幸いにも発症してない。で、まあ、感染もして、できればもうそういう、感染してないってことを本当に祈りたいです。もう、うん。けども、わからないです、こればっかしは。うん。もうその人も、私の友達も、仕事もあるし、もちろん家族もいる。うん。もう、本当大変だと思いますよ、これは。なんでそういうことになったかって、私も聞いたんですよ。で、そしたら、まあ、その人が、要するに、まあ、山登りが趣味で、その山に登るって、そういうツアーの、そういうイベントで参加したらしいんですよね。うん。で、その参加者の一人が、ちょっと、まあ、陽性反応が出て、ちょっと感染していたってことが分かって、で、その友達にも、ちょっと知らせが来たから、分かったらしいんですよ、今回は。うん。で、私もお店経営する側だから、なんでそういうことになったのって、って聞いて、そこの
お店というか、そのツアー組んだ会社は何も対策してなかったんかって、検温とかそういうことしてなかったんかって言ったら、検温してなかったって言うんですよ。なんでって、このご時世に、うん、消毒はしてたかもしれないけど、検温とかその調査をしていないっていうのはおかしいと思う、うん、それは会社の責任だと思う、うん、あのね、お店が悪いって言うけども、ね、対策してないところは悪いとか言うけども、そこに行く私たち、そのお客様側にも責任があるんですよ。自分の身を守るのは自分であって、全部自己責任、うん、それも、うん、私も正直お昼に食事しに行きますよ、うん、今日ちょうどね、今日食事に行ってところが、まあちょっと麺屋だったんですけど、とりあえず麺料理のお店で、そこ、まあ、小さなお店だったんですけども、ちょっとここ行ってみようかなって行ってみて、入ったら、もう、換気も何もしてないし、消毒液も置いてあったけども、端っこに置きすぎてわからない。うん。あ、こんなとこあったんだって程度で、で、まあ、食券でそこで買って出して、まあ、料理してくれてて、で、その中のお客さん、まあ、そこ10席ぐらいなんかな、うん、のところで、その一人のお客さんが、ラーメン食べてながら、ちょっと、携帯電話って言ったらもう、あれだな、今スマホだな。スマホで、いきなり通話し始めてたんですよ。ずっと結構大声で。いや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 って、その人、通話してた時その人マスクしてたんですけど、いや、というか別にコーナー関係なく、お店の中で通話すんなよって、うん、他もう今なるべく私も食事中は会話しないように気をつけてます。うん、あんまりてか一人で行くとき会話しないし、うん、で、いや、その電話するのは外でしようよって思って、でそれを注意しなかったその店員さんもちょっと悪いと思う、自分は、うん、他のお客さんもすごい不愉快になると思う、うん、で、もうさらに、で、その店でびっくりしたのが、ごちそうさまでしたってお客さん帰えて、で、また次のお客さんが座るという、そういうことで、いやいやいや、そのさっきコーナーが扇風期間が長いって私の方に持論を言ったんですけども、拭いてないんですよ、机を。拭いてなくて、で、お客さんが不幸にも、何もアルコールティッシュとかそういうアルコールものを置いてないし、台拭きも置いてなかったし、で、その状態でお客さんをローテーションして、万が一よ、そこをもちろんその、メイン屋で、その、検温もしてなかったから、万が一その、補菌者っていうか、その感染者が出てき、入っていった場合は、そういう、今言うクラスターっていうのが本当急と思う。うん、ああいうのは。別に個人店とか小さいお店で大小関わらず、大きい店でもそういうとこいっぱいある。うん。もうびっくりしたのが、他の、まあ、同じ飲食店の話で言うと、あれだ、まあ、とあるチェーン店のお店、ご飯屋で、まあ、こういう、透明なボードが立ってるじゃん、フェイスシードってやつが、うん。で、その、一席一席にそれを置いて区切ってたんだけど、まあ、それはいいや。で、料理は届いて、さ、食べようと思って、割り箸通ってたら、割り箸がそこないんや。自分のその、近くにここの壁があって、それで食べようとしたら、割り箸がなくて、あれ割り箸がないなと思ってついてなくて、そしたらこっちの、隣の席の方に割り箸があったんですよ。意味がないじゃんって。チェーンの場所そっち行くと、調味料関係、ドレッシングとかそこにもあるし、うん。いや、ねえ、そういう、やるんだったらやろうよ、そういうこと。うん。もう、やるんだったらしっかりやろう。うん。でね、うん、今この、コロナ患者はどんどん増えていっている中で、もう何も対策してないお店は本当ある、うん、そういうお店は正直お店経営者いけないと思う、うん、お客様の安全を保障するのはお店の義務だと私は思う、うん、そのお客様に今、コロナウイルスで、かもしれませんけども、要するに、簡単に、もう食中毒で言うと、お物を触った手で消毒もせずに料理してお客様に出せるようなもんだよ、はっきり言って。うん。何も変わらないと思う、それ。うん。
そのお客様を危険にしてどうするのって、さらして、考えきれない、で、あのね、もうちょっといろんな店、ちょっと今正直言って、ちょっと見たいしたけど、まあ、といってもたかが十何店舗ぐらいですよ。いやー、未だにね、まあ消毒液なかったら自分たちは持ち歩けばいい話かもしれないけども、まあ、消毒液にかかわらず換気もしてないところ、ちょっとね、もう一度考えてほしい、そういう店は。まあ、私のお店は一応会員制で知ったお客さんしか来ないけども、けどもよ、そのお客さんの安全を保障しなきゃ、しなきゃいけないし、もしも自分の、大切な人、私が今お客さんが、感染して人が入ってきて、それでクラスター起きるって前提で話してるかもしれないけども、私が感染してるかもしれないからね。で、それで私が来てくれたお客さんに移してしまったりとか、お客さんに限らず、自分の身になって考えてみて、まあ、友達とか家族とかに、移してしまって、最悪の結果になったらどうするの？さっき言ったその私のアーチス友達が感染者と接触してまあ、まだ発症してなくてまあ、ビクビクしているとかそう話をちょっと聞いてまあ、その時僕はまあ、何か誓いないことだったらちょっと遠慮なく言ってよって感じで僕は言いました、その時は。コロナウイルスは怖いけどももっと怖いのはその人間不信というかその人間がね、ここまで冷酷になれるんだと、本当に思ってしまった、あれは、このウイルスは。その、私の友達はよく言ってくれたなと思う。もう、言うのってすごく怖いよ。万が一私が、体調悪くて、病院に行って、まあ、コロナですとか言われてしまって、それをお客さんたちとか友達とかに言うことってすごい勇気だと思う。今結構風邪ひいてからちょっと風邪気味でごほど言いながら営業してる人とか言うけども、いや風邪って自分風邪って思ってるかもしれないけど、それ風邪っていう保証は何って、インフルエンザかもしれない、下手したらコロナかもしれない、今そういう人前で咳とかくしゃみするだけでもうすごい冷たい目で見られる世の中なんですよ。まず、自分の健康管理は、もうしっかりしなきゃいけない。多少、多少って言ったらあれけど、まあ、正直な話と、私も咳とか、こう、ごほごとか、そういうことやってたら、私だったら、自分は店をしない。もう、ちょっと、治ってから、行く。やる。本当そういうとこあるけど、店員さんがマスクもせずに調理してるとこもあったっけね、本当。びっくりした。あれよ。で、ちょっと、まあ、話、ちょっと脱線しましたけど、そのウイルスから、私がお店側の代表として、お客さんを守らなきゃいけないし、で、お客様も自分の身は自分で守ってほしい。それが大切だと思う。この状態でまた緊急事態宣言が出て、この外出を控えてくださいってなったら、間違いなく、私のお店も潰れます。もう正直この私のお店があるこの岡山のその身の前、まあ、うちはその、まあ、表町ってところなんですけどですね、表町ちょっと、今まだに呼び方分かってないんですけど、本当、潰れてるお店がある。これが、私が見ただけでも5店舗はあるね。
私の身の回りのお店でも、うん、これがコロナが直接的な影響かどうかは分からないけども、うん、もうどん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 潰れていってる、うん、これからも潰れるかもしれない、うん、けどこんな中で立ち上げるお店もある、それはすごいなって本当思うな、うん、もうねこのね緊急事態宣言でこの、まあ、岡山がその外出を控えてください、そういう話になって、また前回みたいにその保証なき、その休業があったらもう厳しい、うん、もう正直あの緊急事態宣言が出た時、まあ、当店もあのゴールデンウィーク閉めました、全部、うん、全部閉めて中の改装とか掃除とかそういうことやってたんですけども、であのいざ解除されたらまあ何も保証なかったですね、もう要請してないからとか、そんな言い方あるかって感じでね、うん、そんな話ないよ、うん、だから真面目にやってた店が今損してる、うん、まあ正直これはもうちょっとお店の内部事情になって、あの他のお店のあのこともなってくるから、あんまり関係ともなってくるからちょっと言えんけども、うん、いやねひどい、うん、でまあちょっと長話になったんですけども、で何が言いたいかというと、あのまあ私のお店でもちょっとコロナ対策をちょっと強化しなきゃいけないなと思って強化します、うん、もうアルハルのアルハルによるお客様のためのコロナ対策大事なところで噛んだな、うん、アルハルのアルハルによるお客様のためのコロナ対策、うん、どっかで聞いたようなフレーズですけどね。うん。あの、何度も言うけれども、あの、私の考えで、お客様の安全を保障するのは店側の義務だと思うから。うん。で、うん。まあ、当店の、ちょっと、あの、ちょっと、コーナルールをちょっと、まあ、言葉でちょっと言っていきます。うん。あの、まずですね、あの、まあ、当店のサロンアルハウというお店は一応、会員制なんですけども、あ、新規のお客様も来られますよ、もちろん。うん、で、そう、新規のお客様の、一応、新規チャージ、あの、新規のお客様のチャージは、当店では一応2000円って言ってます。うん。とな、まあ、で、それから会員証とか、いろいろその、当店のルールでどんどん割引サービスがサービスされていってます。まあ、会員証を持ってるかどうかとかですね。うん。で、まあ、新規のお客様のその、まあ、チャージ料金2000円プラス3000円、つまり、チャージ料金を5000円にします。うん。チャージ料金5000円って、この辺、ないと思うよ。うん、表町では。うん。で、この5000円に、2000円を3000円上げて5000円になったという、この、ことで、けども、これ、このプラス3000円したこの3000円は、問わず3項目を守ってくれたら、1項目につき1000円割引していきますという、ルールです。うん。じゃあその3項目は何か。1、マスクを着用してから来店してください。マスクを持ってってくださいと。うん。まあ、当たり前ですね。うん。このね、マスク、今マスク、してないと、ほんと社交辞令みたいな形になってるからね。うん。マスクをつけてないお店は、してない人は入らないでくださいって書いてるお店もあるしね。うん。一人一つ携帯を、あ、携帯、また携帯って言ってない。スマホだな。あ、携帯もあるかもしれない。うん。一人一台スマホを持っている時代。うん。うん。と一緒にスマホ感覚でも、もうだから、財布、鍵、家の鍵とかね、鍵、携帯、で、そしてマスク。うん。だからマスクを持って入ってください。うん。で、2点目、コーナー接触アプリをダウンロードしているかどうか。うん。これですね、うちもちょっと来たんですけども、厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリ、ココアっていうんですかね。うん、これを、スマホの中にインストールしているかどうか。うん、もうスマホを持ってきたらこれをインストールしてほしいです。てか、してください。うん、で、言います。で、この、アプリちょっと聞いてみたら、この厚生労働省に私聞いたんですよ。その問い合わせして、その担当のところにですね。そしたら知らなかったんですけども、このアプリを入れるだけで一応確認できるんですかって聞いたら、Bluetooth をオンにしとかなきゃ、常にオンにしとかなきゃいけないらしいんですよ。それ知らなかったです、私。うん。アプリは入れてたんですけどね。うん。
私このお店のシステムで Bluetooth 使ってるから、一応 Bluetooth は私はオンにしてるんですけども、だからお客様もこれをインストールしてもらって、まあ当店にの中にいる間常に Bluetooth をオンにしておいてくださいというルールを設けます。うん、で、まあ、そしたらこのアプリが一応反応してくれる、ちょっと記録として残るみたいですからね。うん、で、まあ、これを、まあ、入れてほしい、と思います。うん、で、次3点目なんですけど、これ3点目が、当店仕様のフェイスシールドを着用してほしいって思ってます。これちょっと今実験中なんです。実験じゃない、試験中なんですけども、フェイスシールドって何かというと、こういうものですね。ちょっとこれ、ちょうど今週ちょっと私は仕入れてきたんですけども、これを、これ、まあ、組み立てなきゃいけないんですけど、その組み立て方はまた言います。うん、で、これをつけてから、こう、できるだけ食事をしてほしいなという形で思ってますね。食事でドリンクとか。うん。なんでこれを、いるのかいらんのかって思ったんですけど、私は欲しかった理由は、飲食店ですよ、私たち。うん、飲食店でマスクをつけながら食事ができますかって、無理です。本当、これで食べなきゃいけないからね。うん、で、ということは、これを外してたら、もう、飛沫感染が起きるわけなんですよね。もしも、感染者がいた場合ですね。うん、だから、これが欲しかった、私は。これを捨てたら、最低、こう、一応、防護はできるからね。唾とかそういうやつだね。うん。これがね、今ちょっと、うちの店ではちょっと、まあ、知ってる人とか、常連さんとかつけてもらって、今、試験中で、12月に、これを、もう、みんな、つけてもらうかどうか、これをみんなつけてる状態、飲食店はすごい、異様な光景だと思うけども、これは、もう、さっきも言ったけど、お客様の安全を守るための、システムだ、仕組みにしたかったからですね。うん。けどね、今ね、こういうマスクも、こういうマスクはいいんだけど、こういう小さいマスク、プラスチックのこういう顎につけるようなマスクとか ありますよね。あれ、全く意味ねえなと思うんですけど、あれ何なんですかね。結構つけてる人いるんですけど、あれ、意味ないでしょうね。ほんと。あれ、政治家とかつけてて、何ファッションって思って、何したいのって。うん。あれ、飲食店でもあれつけてるとこある。うん。意味ないと思う。うん。あれは要するに唾がこう下に飛ぶから、こうガードできるとか言うかもしれんけど、あれくしゃみしたらどうなの無理でしょ。うん。これだったらもうくしゃみしても一応ここに、行くし、下に落ちるし、私はすごい安全でいいと思う、これは。うん。で、これをね、今ちょっと試験で今10人程度にちょっとつけてもらったんですけれども、結構やっぱ違和感あるって人と、やっぱ帽子とか被られてない人、帽子とかね、あるいは被りないでない人たちは本当頭痛くなったりするから、ちょっとこれを、まあ、強制って言い方じゃないけども、常つけてもらうかどうかっていうのはもうこれ、お客様の任意にしようかなって今考えてますね。うん。けども、これつけたいっていう人もやっぱ中に本当いたんで、うん。でね、これつけてもらった人だったらわかるんだけど、これ、今マスクしながら喋ってるけども、これで、こうやって、なんか、おつまみ食べたいとか、ここからストローで、でかいカクテルドリンクとかはちょっと飲めないけども、ストローとかだったらチューチュー飲めるからね。うん。で、これ、終わってから、まあ、最後、この、当店で全部、ゴミの中に入れてもらって、ゴミ箱に入れてもらってから、処分、もう、それ専用のやつを作ってて、ね、で、してるんだけど、これ外した時に、ほんと、今もちょっと喋ったけど、こう、唾が結構飛んでるんですよね、こう。で、この、見て、どんだけ喋ってる時、唾が飛んでるのかっていうのが、ほんとようわかる、これは。うん。これは、ちょっと、体験してほしい。うん、これ体験して、これをつけて、ただ、どんだけ唾が周りに飛んでるのかと。で、ほんとそれが分かると思う。うん。いい経験だと思う、これはね。うん。以上ね、この3点を守ったら、1項目につき1000円割引で、新規チャージ2000円のままになりますよと。うん。ただ、このフェイスシールドがね、ちょっと、どうなんか、やっぱね、ちょっと、苦手って人もやっぱいらっしゃるかもしれないけど、できるだけ本当、当店は進めたい。で、
その3点目のそのフェイシードカーにも、こういう剣をね、ピッとこういうやつをね、させてくださいって、もう嫌だって人は今いないけどね、中にはもう嫌だってか、信教人いるかもしれないから、これで確認して、ピッてして、あ、今ちょっと高めかもしれない。36.7度。で、あ、そうですねって。けどね、これ使ってみたら結構誤差があって、結構ファシ、あの、今私額、デコでかいからいいんだけど、こうやっぱ髪の毛やったら、こういう、女性とかすごい額隠せる人がいっぱい、とか、まあ、若い男の子だね、やっぱいるけども、これで髪の毛ピーってしても全然違う。35.7ですよ。こんだけ違うんですよ。あと、びっくりしたのが、手とかでこう、ピーって吸う人も、やっぱ仲良いけど、今低いんだけど、35.9とかね。これを、アルコールで消毒した手は、ほんとね、下がる。で、この検温は一応目安であって、これで買うのかどうかを判断するもんじゃないからね。それちょっと勘違いしてる人は結構、本当いるかもしれない。これ100%、コーナーがわかるかって、わからないと思う。インフルエンザとか一緒で、熱が出ない人でもかかってる人いるからね。個人差はやっぱあるから、熱が出ない人もいるし、体調がそこまで悪化しない人もいる。だから元気だけども、コロナにかかってる人もいると思う。本当に。で、さっきのこの検温なんだけどね、一応当店でこういうものも作ってるんですよ。この記入シートね。これ、今これ一つにバーって出てるけど、これを一枚一枚切ってから全部、こういう状態で渡すんだけど、何書いてるかというと、まあ、ナンバー、今日、何人目か、で、何月何日、で、検温した時の温度、そして何時に入って何時に出たか、で、ここはもうお店は書きます。で、ここ、お名前、これ署名してください。名前書いてください。で、電話番号任意で書いてください。できるだけ変えてほしい。で、これは、当店の問題があった時しか使わない。このね、やっぱ、サインするって、やっぱ意識を高めるためにやっぱ、やりたいからね。で、ここに書いてるけど、この電話番号と個人情報は何かあった時だけ使います。で、一応これ当店今一応2ヶ月ってしてます。だいたい普通の店は2週間とかなると思うけども、1ヶ月でもいいかもしれないけど、とりあえず2ヶ月って言ってる、ます。で、これを、もう終わったらもうこちらで責任持ってからシュレッダー処分します。もうね、今、こういう、なんでこれ必要なのかというけども、万が一よ、当店で感染者が出て、2週間前誰来ましたかって言ったら分かるはずがない。本当に。今さっきのココアで分かるかもしれないけども、言えてない人とか分からないし、当店もしっかり誰が来たかとか、もう正直言うと1週間前に何食べたかって言ったら分かります？分からないですよ。じゃあ2週間前誰が何食べましたかって言ったら絶対分からない。誰がどういう順番で来た、誰がどういう順番で来ましたかって。だから当店8時オープンなんですけども、12時にその陽性と確認と差が判断されたお客様が来て、その前はいいじゃないですか。普通、感染者って言い方が失礼なんですけど、感染者の人が来る前の時間帯、その感染者が来てから誰が来たのかと、閉店までに。で、次の日に誰が来たのかって。そこを確認する、もう当店でも一応確認するためにこれが欲しくて、こういうの作ってます。今はね、とある会場とか、これを箇条書きに、ほんと、冠婚葬祭みたいにこうガーって書いてか、住所、名前だけやったらいいんですよ。それ住所とか電話番号全部書かれるところもあるけども、それが1枚のシートになってるところがある。これは個人情報どうなってんのって。今こういう、今ちょっと、切る前のやつだからこういうふうになってるけども、上当店これ1枚1枚渡してるんで、あれ、箇条書きに、こう、お客様の名前ガーって書くのはおかしい。あれも、ちょっとお店としてどうなんだ。それは、コロナ対策で、個人情報の保護、に問題があると思う。
ベラ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 喋ってるけども、もうで、まあ、袖を、まあ、これを書いてもらうかっていうのを、さっきのフェイスシードの代わりにしようかなと思ってます。まあつまあ、思ってできればフェイスシード包めます。うん、けどもね、まあそういうことですね。ちょっと今うちもね、もう試行錯誤の段階なんですよ。もう何が正しいかわからないからね。やりすぎだって、そこまでするのって思うかもしれないけれども、お客様のね、私も、なんだ、もう、守らなきゃいけないし、私の身の回りも、そしてお客様にも、もう守らなきゃいけない。それをね、お金いただくってそういうことだからね。経営者の人って。で、反射がで、まあ、さっきの3つの条件を守ってくれたら、とりあえず入館できますよ。で、普通のチャージ預金で入れますよ。で、その後にもいろんな規則をいっぱい作ってます。ネット一応上げてるんですけど、まあ、もしよかったらリンク貼っとくので、ちょっと見てもらったら嬉しいですね。で、まず入館直後にですね、設置して除菌液で、これアルコール消毒って書いてないんですよ、うちは。除菌液で手などの洗浄をお願いしますって書いてます。で、なんでアルコールって書いてあるかというと、まあ、当店で一応、常に置いてあるのは、こちらの、メーカーさんの商品を使わせてもらってます。で、これは、まあ、ノンアルコールの、消毒液ですね。なんでノンアルコールにしたかったかというと、やっぱ、アルコールが、ちょっとお肌が弱い人ってすごい荒れちゃうんですよ。それで、もう下手その気化したそのアルコールで気分悪くなるほどそのアルコールが苦手な人もいる。まあ、当店一応もうそのアルコールばっかし飲んでるわけじゃないからね。ちょっとごめんなさい、なんかカクってなったな。ちょっと戻しますね。ごめんなさいね、トラブルでちょっと。で、なんだっけ、この、で、この除菌、アルコール使わないっていうのはそういう理由です、うちは。今、ハンドジェルタイプとか、ジェルタイプもあって、この冬場はやっぱジェルでいいかなと思ったんですけど、あれ、乾きにくいんだよね。で、ベタベタ感、まあ、コラーゲン配合とか、女性の人とか、ほんと肌、潤っていいかもしれないけども、私はちょっと嫌いだから、ちょっと、申し訳ないですけども、私は、あやのお店ではあれは置いていません。で、なんでこれを使ったかというと、まあ、いろんなノンアルコールの消毒液っていっぱいあるんだけども、ちょっとここを見てもらったらわかるんですけども、99.9% その除菌できるということと、あと24時間抗菌、これがちょっと、まあ、私すごい注目したんですよ。で、まあ、使ってるもの、本当普通の、健康に、普通の自然、薬品とかそういうのじゃないんでですね、メインに使ってるのがですね、でね、こういう発酵乳酸っていうものを使ってるらしいですね。で、この24時間抗菌っていうのは、ちょっと私すごい、今回コーナーさっき言ったんですけど、残るっていうのを考えて、これを採用し、私の店ではちょっと使わせていただいております。で、一応当店で、最初これ1個しか焼酎置いてませんでした。けども、増設して、2席に1つの割合で、当店キャバが一応12席って言ってるんですけども、ちょっと今少なくしててまして、だいたい2席に1つ、に1つこれが合う状態にしてます。で、好きな時にお客さんがちょっと一応消毒できるような仕組みにさせてもらってますね。よいしょ。で、もうたくさんあるんですけど、で、さっき、けど、これノンアルコールなんですけども、一応、キッチン側、調理場の方は、アルコール消毒を使っています。で、そういうことですね。で、次ですね、この、まあ、ちょっと、基礎点、ちょっといろいろ、べべべべ喋っていくんですけど、マスクの着用を一応お願いしてますね、次の項目で。で、その、まあ、けども、飲食店だからマスクを常につけとくことはできません。この状態、食事できません。なんか今時こう、口へパクパク開くようなマスクあるみたいですけど、あれは全然意味ないと私は思ってるので、これで外して、まあ、食べるためにさっきのフェイスシードをつけたらいいなと思ってるんですよね。で、これを、マスク外すのね、結構たまにいらっしゃるんですけど、他の店でも見るけど、このマスクをテーブルにこう置いてから食事する人、これは、うちも、まあ、当店だけ限らずやめてほしいと思う。
さっきみたいに吹かないうち、まあ、当店一応吹いてんだけど、吹いてない店でこれ置いたら逆効果やし、ついちゃうし、なんか金、他の菌もね。で、自分が万が一補菌してたものがついちゃうからね。うん。これお店側にも失礼だと思う。うん。他のお客様はすごい失礼、見てて気持ちいいもんでもないし、うん、ポケット、ズボンの中に入れてほしいと思う。こういうズボンとか、持ち物の中に。うん。もう、バッグも持ってないし、ズボンにもポケットがないんだって、そういう人いるかもしれませんけど、財布は持ってるでしょ。じゃあ財布の中に入れますよ、そういう時。うん。か、もう、ちょっともう、これは一応、そういう、テーブルの上には置かない方がいい。本当に。うん。で、先ほど、うん、そういうことで、ちょっと私の勝手な考え方言いましたけどね。うん。で、次の項目ですけども、咳など激しい項目、明らかに咳とか、そういう体調悪い人と思われた人は、もう本当、入館をお断りします。で、さっきのこの、まあ、当店使ってるのはこういうやつなんです。非接触のやつなんですけども、これで 37.5 以上ある方は、すいませんけど、ちょっとお断りしています。今現状。うん。で、一応従業員とか、まあ、私自身も本当に、そういう出勤時は本当、検温しています。うん。で、さっきの代官シート書いていただいて、ますね。で、今、人数制限を、まあ、当館、一応、キャパ一応12席なんですけども、一応もう5人前後までとさせて回ってます。うん。まあ、一席間隔空けて、着席できるような間隔で、ちょっとさせて回ってますね。うん。で、1、2時間おきに、まあ、当店は一応換気を行っています。うん。で、その換気、うち、まあ、換気扇も一応あるし、空気洗浄機も置いてるんですけども、もう玄関、扉を開けてから、もう、外の空気を入れさせてもらってます。うん。で、その際にサーキュレーターとか扇風機もちょっと使わせていただいてから空気の入れ替えを行っています。で、今ちょっと冬場ですごい冷たい空気が入ってくるから寒いんで、そう膝掛けとかそういうものをお渡しします、当店では。うん。で、その膝掛けも使い回せずにもう一つ一つ使わせてもらってから、もう洗ってから次のものを使っています。うん。で、温度湿度とかもちょっと、まあ、管理させてもらってますね。うん。で、ここなんですけども、当店ではその飲み物や食べ物のシェアはもう禁止。うん。もう、これは親族とかその友達間だけじゃなくて、その親子関係でもダメ。もうほんと。うん。要はドリンクを、これ注文してから、二つ注文して、そっちを飲みたいってことで、こう、飲むけども、もう禁止。もう、じゃないと、もう、で、こう、禁止だけじゃなくて、当店だったらもう追加料金いただきます。うん。じゃないと、禁止しても飲むも飲むか、もうお金かかっても飲みたいんだったら飲んでください。うん。もうそれでも、まあ、当店は一応もうダメって、もう一応念をします。どうしてもそのドリンクを飲みたいんだったら、その一杯のやつを同じ料金でいいから、ハーフハーフに二つのグラスで出させていただきます。うん。ちょっとごめんなさいね。はい、すいませんね。ちょっとスタンドを新しいものに変えて、ちょっと録音じゃない、録画環境もちょっと変えたんで、ちょっとまだ、私自身もちょっと使い方分かってないんですよね。うん、で、ちょっとトラブルがあってすいません。で、話戻りまして、その、飲み物シェアは本当禁止。うん。さっき、もしも同じものを飲みたいんだったら、ハーフで同じ容器でいいか、ハーフハーフで作らせていただきます。別グラスで。それで飲んでください。か、テイスティングもできますので、それで判断してください。うん。もう同じグラスで、ちょっとグラスを飲み合うのはやめてください。うん。次ですね。必要以上の過剰なスキンシップをご遠慮ください。やっぱ、肌と肌、肌と肌って痛い、言い方で、体を使ったコミュニケーションであるじゃないですか。背中叩いたりとか、握手したりとか、握手はちょっと、まあ、うん、ちょっと、まあ、必要な時あるかもしれないけども、こういう男だったらよ、女性にこう、肩をこう、かけたりとか、する人とかもやっぱいるんですよね。うん、それ親しい人だったらいいんだけど、なんか今日初めて出会った女の子にそういうことをする男とかもいるんですよ。一応、当店は一応、会員制だからそういうお客さんはもうあんまり来ないんだけど、やっぱ新規の人とかそういうノリの人がいるんで、うん。ちょっとそういうのはもう肌をなるべくその、
その肌を接触とか、その体を触る、行為はやめてください、うん、そういうスキンシップですね、うん、そういうコミュニケーションは、体を使うコミュニケーションはちょっとやめましょう。ちょっと一時我慢しましょう。うん。で、当店の一応、カウンターとか、その座席とか一応、お客様がその出入りしたら一応消毒させてもらってます。うん。その、ドアノブとかそういうところもですね、ちょっと、間に一応してますし、お客さん、風化してもらってますし、お客さんは常にアルコール消毒、そういう、ものを触れるところに置いてます。うん。次、お手洗いですね。お手洗いにね、一応、当店も一応共有のタオルを置いてたんですよ。けども、それはちょっともう4月から置いていません。うん。一応、ペーパータオルとか、その使い捨てのやつがあるんで、それを使ってから手を拭いてください。うん。で、トイレペーパーを、やっぱ三角折りされる方がやっぱりいらっしゃるんですよね。で、その三角折りはもう禁止。もう当店も掃除しても三角折りとか今やっていません。うん。で、次ですね。これ結構、他のお店であるんだけど、当店では一応県内、県外問わず、お客様はみんな平等です。うん。なんでかというと、これ、コロナが緊急事態宣言とか、その前後とかで、県外の人はダメってお店が結構あるんですよ。うん。私も県外に行くとき、仕事で行くときあるんですけども、行って、食事するときに、県外ですけど、大丈夫ですかっていうときあります。うん。本当、岡山で言うと、岡山駅の方で、私、ちょっと、関係で、仕事の関係で行ったら、岡山の人ですかっていうチェックされてか、岡山、県外の人はもうダメですっていうところも結構あった。うん。で、当店では岡山県外か来たかといって、批判する人は、もう、当店では一応、もうちょっと退官、もう、で、ちょっとお断りしてます。うん、退官、もう出ていってくださいと。うん。例えばもう、ちょっと、他県をちょっと、ちょっと行って失礼なんですけども、例えば東京から来たから、なんで東京門がここにいるんじゃみたいな、そんなノリのね、ことを言うような人は、もう当店一応いないんだけども、ちょっとそういう差別、もう県内県外問わずお客様だから、ちょっと例え違うかもしれないけど、黒人白人も人間だから、うん。もうお客様はみんな平等です。うん。もうお金払って楽しく飲んでくれたら、もうお客様はお客様です。うん。で、当店はもうそんな、もう、出身地関わらず、その在住先関わらず、差別的なことは絶対しません。うん、もう、その出張で来てますけど、とか、そういう人も全然 OK です。うん、次ですね。一応少人数でも貸し切りは一応 OK してますので、そこはご相談ください。うん、で、これね、次ちょっと注目なんだけど、お支払い方法。一応当店では、現金だけじゃなくて、現金、クレジットカード、あとペイペイ、そして今始めて GoTo Eat が使えます。の券が使えます。で、今ちょっと進めてるのがやっぱ電子マネー、クレジットカードよりも、こちらの、ペイペイさんのやつをちょっと、一応進めております。なぜかというと、これは、接触が少ないからです。もう、スマホでピッて読み取ってくれたら、決済できるからね、こっちで。うん、現金の手渡しがないから。うん、なるべくこういうものをちょっと活用してほしいですってことをちょっとお願いしております。うん。で、お客様がいないときはちょっと早めに閉めることがもうあるかもしれませんというちょっと規則もちょっと作っております。一応、今時間短縮していまして、一応当店は一応夜8時から深夜3時までの営業というのは基本的なんですけども、今ちょっと9時から2時ぐらいで一応閉めております。うん。で、一応、で、外、こういう規則をいろいろ作る、もうここまでしなきゃいけないのかって思うんですけども、私はもう、お客様にちょっと辛い思いをしてほしくないので、こういうことをしています。で、10日も一応最善を尽くしていますけども、お客様の自己責任のご協力のもと、ちょっと過ごして、来館して、来店していただきたくて、楽しめる空間づくりをちょっと共に作っていきたいなと思っておりますね。うん。で、まだまだできること本当たくさんあると思う。けども、キリがないと思う。うん。けど最低限、私は最低限ここまではやりたいなと思って、一応これを対策とさせてもらっています。
コロナウイルスはね、まあ、病気としても症状としても怖いところはやっぱあると思うけども、もっと怖いのは人間不信、人間関係だと思う。うん、これね、本当にね、そのコロナにで不幸になった人はね、本当たくさんいると思う。うん、今ちょっと感染者で、外もうあんま声言っちゃいけない、感染者で本当ご不幸、残念ながらちょっと本当命を落としてしまった方ももうたくさんいると思います。うん、でけどもね、それだけなくて、そのコロナが直接的なその何かな、その原因じゃなくて、そういう差別的なものが原因でちょっと不幸になった方も本当いると思う。うん、実際私の身の回りにはまだいないけども、ちょっと私のお客さんの身の回りとか、そういうのはそういう話はよく聞きます。うん、実際聞いたのが、まあ、私のちょっと仕事関係の人で、その人病院に勤められている方で、同じ県内でですよ、県内か市内か、市内で病院勤めの、まあ、その奥様がいて、その娘さんが保育園に通えないって、お宅の娘さんは来ないでくださいとか、そういうことがあったらしい、言われたらしいんですよ、本当に。マジかと思いました、本当に。うん、いや、ね、コロナウイルスは症状も怖いけども、怖いかもしれないけども、もっと怖いのは本当、何度も言うけど、人間関係。うん、もうね、これ、コロナ対策についてここまでベラ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 喋ったけども、なんでここまで強く言いたいかというと、もう、自分のせいで、お客様は不幸にしたくない。うん、からこれだけのことを私は一応やりました。うん、さっきのフェイスシールドとかも、あれもちょっと作ってる会社に直接私行って話して、で、一応私はちょっと入れました。うん、で、こういう消毒液とか、いろんな消費製品いっぱいあるけども、いろいろ試し、調べて、私なりに調べて、これを使ってます。こういう環境でやっています。うん、いや、考えることはたくさんあると思うけども、まあ、ちょっと、今日私が考えたことをちょっと正直言いましたけども、お客様も、ちょっと考えてほしいし、もっと考えてほしいな。同じ、その、経営者、つうか、飲食店、個人店の飲食店様も、ちょっと自分が店をやるっていうことの責任をもう一回考えてほしい。あまりにも結構無責任な考えでやってるお店があると思う。うん。もう一度言うけども、お店の経営者も、本当にもう一度考え直して。万が一自分のお店でクラスターが自分は大丈夫だと思ってるかもしれないけど、あった場合、責任取れますか？皆さんに謝罪できますか？もうこれだけの、私これだけやったけども、それでも私自信ない。うん。もうこれでも起きたらもう申し訳ございませんでしたしか言えない、本当。うん。けども、それよりも何もしないよりはマシだと思う、はるかに。うん。自分の大切な人が不幸にならないように、自分のお店を愛してくれるお客様が不幸にならないように、最善を尽くしていきましょう。うん、長話になりましたけど、アルハウでした。うん、ちょっと、説明がちょっと至らないこととか、もうちょっと、良くない、言葉遣いとかしたと思いますけども、ちょっと私の思いをちょっと、述べたくてこういうことをしました。うん、本当、もう一度考え直しましょう。うん、お店側も責任持たないといけないし、その、外出する人たちも本当に、今日外出するなって言ったわけじゃない。もう外出はしないといけないからね。しないといけないというか、外出しないと生きていけないから。某国みたいに、政府が、その外出控えてくださいで、いて、もう外出を一切禁止したんかな、まあ、禁止して、もう、
もうお給料も出るし、それでも生活は保障されるし、食べ物も送ってくれるし、そういう国だったらいいけど、残念ながら日本そういう国じゃないから、うん、自分たちで食べ物を買いに行かなきゃいけないし、仕事も出なきゃいけない。今ちょっと夜のお店だけが悪だみたいな感じ言われてるけども、このコロナウイルスって別に夜型のウイルスじゃないからね。夜しか感染しないんだったらそれは仕方ないよ、けども違うから。夜のお店ばっかし悪になってるけども、お昼のお店もその飲食店だけじゃなくてよ、ほんともうデパートとかもう普通のところでも本当にあり得るから、となんかちょっともうね、言いたいことがもうベラベラ思いついた限り言ったけども、うん、うん、お店を守るのもその店主の務めだしね、うん、お客様の安全とねを守るのも本当お店の義務です。うん、私は義務だと思ってる。うん、お店の経営者の特に個人店個人の経営者の皆様、もう一度考え直して、もう私は強くそれを言いたかった。以上で、まあ、今回の話は終わるんですけども、ちょっと別の、まあ、宣伝になってしまいますけども、当店、サロンあるある、ちょっとの存続をかけた、クラウドファンディングをちょっと やらせてもらっています。本当ありがたいことにですね、本当応援してくれる方が、もうたくさんいまして、本当一人一人の応援が本当に励みになるんですよ。今ね、まあ、正直これ言ったら怒られるけども、口だけの頑張れば何も意味がないんですよ、もう今。この大変な世の中でも実際足を運んで店に来てくれる人本当ありがたい、もうありがとうございます。そういう人たちのために私はこのコロナ対策をもうヌードを作ったんですよ、うちの店で。そしてもう来たいけども来れない、もう会社の関係家族の関係で来れないという人もいるんですよ。けどもお店を応援したいって本当方々にちょっといろいろもう今応援してもらってるんですよ、もう本当ありがとうございます。ちょっとなんか変な言い方になったけどね、まあそういうことでした。アルハルでした。一日でも早く、もうな日常平凡な日常平凡な日常もうがもうね過ごせるってことはどんだけありがたいんか、普通に学校に行けて、普通に友達と会えて、普通に外食できて、普通に外を歩ける、マスクもつけずに、けどね、このコロナウイルスはね、もう今後ずっと付き合っていかなきゃいけないウイルスだと正直思う。けどもね、そういう、ね、世の中を変えることで、ウイルスを完全に防ぐのは難しいかもしれないけども、世の中を変えることは、一人一人の努力できっとできると思う。まあ、頑張っていきましょう。アルハウでした。それでは、失礼します。